この対戦に熱い眼差しが注がれています。 EATV がお送りします。今日の舞台はスタジアムオーストラリアです。キックオフを前に大勢のサポーターがスタジアムに駆けつけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。まもなくキックオフを迎えるインターナショナルカップラウンド16の一戦です。日本がノルウェーと対戦します。ここからのラウンドは選手の感じるプレッシャーも一段と強くなります。この試合に登場する両チームも必勝態勢で臨んでくるでしょう。激戦必至のゲームにご期待ください。こちらが日本のスターティングメンバーです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。ノルウェー女子代表のメンバーをご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。試合が始まりました。南、キャロライン・グラハム・ハンセン、狙ってきた。キーパーがいいセーブを見せました。このコーナーは誰に蹴るか。最後はキーパーの手の中へ。清水、田中美奈、うまいパス、決まった。試合の序盤に先制ゴールです。ディフェンダーを翻弄するようなゴールでした。何度見ても鮮やかです。いやー、素晴らしいゴールでした。仕掛けが良かったですね。高いボールが上がります。ドリブルでボールを持ち出しています。ショートコーナーという選択肢もありますが、欲しかった勝ち越しゴールが生まれました。映像でもう一度ご覧ください。ボールはエリアへ入った。ゴール。
これで試合は振り出しに戻ります。失点直後の得点です。リプレイが出ます。このコーナーは用意してきた形でしょう。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。長谷川、南萌香、さあサイドのスペースを使った攻撃。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ボールはキーパーの元へ。このボールは重要です。ハービー、これはナイスパスカット。抜けた。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。長谷川、マークを振り切りました。中の選手と合いませんでした。危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。さあスタジアムのテンションが上がります。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。ドリブルで運びます。ここでシュート。キーパーの好判断ですね。しっかりセーブしました。長谷川、体を当てて取る。奪った。フリーダ・マーナム、サイドのスペースを攻め上がっていきます。チャンスになりそうでしたがポゼッションは相手側に変わっています。スローインです。高橋、長谷川、ここは行かせない。タックルで止めます。ヘゲルベルグ、キーパー止めましたがまだインプレー。キーパーのパンチング、これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。しかしいい攻撃だっただけにキーパーに止められたのは悔しいでしょうね。これでまだ同点のままです。さあここはキーパーのファインプレーに報いたいでしょうね。ボックス内へ入れてきます。ノルウェー女子代表がフリーキックを獲得しました。アダ・ヘゲルベルク、グラハム、ゴール前、期待も高まります。ここはカットされました。攻撃失敗です。今ならカウンターも狙えます。守備が遅れている。これは数的有利となるか。スルッと上がってパスをカットしました。
フリーダ・マーナム。いいパスを出しました。ボールは中の選手へ。このボールはキーパーがキャッチ、目の前に飛んでしまいましたね。ここはサイドのスペースを使ってきました。ヘーゲルベルグ、ここでボールを取り返しました。アディショナルタイムが提示されました。1分です。マークを振り切ります。1対1です。カウンターアタックはカットされました。相手にボールが渡ります。前半が終了いたしました。さあ、キックオフです。スタジアムオーストラリアでは前半がスタートしました。ボールはエリアへ。入ったゴール。これで試合は振り出しに戻ります。失点直後の得点です。抜けた。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。スタジアムオーストラリアからお送りしているこの一戦、後半のキックオフです。ホイッスルが鳴ってファールです。ドリブルで相手を揺さぶります。弧を描くボールで裏を狙います。これはチャンス。狙ってましたか。カットします。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターのチャンスを決めたい。さあ打てるか。キーパーが見事にセーブしました。ボールを入れた。相手にクリアされました。中へ切り込む。リードを奪えるか。入った。再び相手をリードするゴールが決まりました。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。レイテン、パスがつながる。さあ、このコーナーキックを同点のチャンスにできるでしょうか。
中に入れた。このボールはキーパーが弾き出します。これだけ攻めているのに追いつけないともどかしく感じますよね。そろそろ鬱憤を晴らすようなゴールを決めてくれるんじゃないでしょうか。自陣内でボールを回していきます。ここは時間を使っていく作戦か。さあディフェンスが戻る前に一気に攻めたい。ボールは大きくゴールから外れました。ゴール手前まではいい感じだったんですがね。そうですね、うまくいっていただけに焦ったんでしょうか。ですがこのカウンターで相手は攻めづらくなりましたね。走り込んだ味方に合わせました。ゴールの予感もしましたが見事に止めました。素晴らしいスキルで抜いてきます。ゴール追加点が決まって点差は2点。チームにとって余裕のある展開となってきました。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。マーナム、ここでヘーゲルベルク、ハービー、深い位置でのチェック。ドリブルで攻め上がります。中を狙ってきました。いい感じで攻めていましたが残念。さあここは素早く攻めたい。これは味方に通らないか。素晴らしいセーブで、ナイスセーブ。さらにポストにも救われました。おっとここでパスカット、危険な位置です。緊張感が増してきます。いいところを見ていました。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ヘーゲルベルグ、グラハム、前に進んでいます。さてここからどのような攻めを見せるでしょうか。いい攻撃でしたがフィニッシュに持ち込めません。相手ボールです。ここで選手を変えようとしています。コーナーから中へ、シュート。このシュートはスピードがありません。熊谷咲、いいタックルです。ポゼッションを取り返しました。セビク、ボールとともに相手陣内を駆け上がります。遠藤純、プレスがかかりました。相手のディフェンスラインが高い。カウンターのチャンスか。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。
シュートは入るか。これを止める。ノルウェー女子代表が選手を交代します。センター付近に届きそうです。前線の選手が走り出す。ここはカウンターか。守備が遅れている。これは数的有利となるか。シュートは入るか。キーパーが一歩も動きません。シュートを正面で処理。ベルグスバンド、エミリエ・ハービー、セビク、裏を狙ってきた。いい攻めでしたが、ここでディフェンスに阻止されました。危ない場面でしたが、相手の攻撃を断ち切りました。スペースがある。入ったゴール。これでリードは3点。終盤を迎えても攻撃の手を緩めません。映像が来ました。このワンツーで崩してチャンスを作り出します。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。終了のホイッスル。ホームチームが見事満員のサポーターの前で次のラウンドに駒を進めました。今日は初めから終わりまで試合を支配しての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できたんじゃないでしょうか。次のラウンドでもこういった試合をできるのか注目です。うまいパス。ボールはエリアへ。入ったゴール。これで試合は振り出しに戻ります。失点直後の得点です。抜けた。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。素晴らしいスキルで抜いてきます。ゴール。追加点が決まって点差は2点。チームにとって余裕のある展開となった。シュートは入るか。これを止める。スペースがある。入ったゴール。これでリードは3点。終盤を迎え